パククネ大統領による反日外交が続く中、韓国産業が停滞しっぺ返しに苦しんでいる。特に観光、マッコリ、K-POP の3分野は日本人を対象とした売り上げが大幅に減少している。韓国は官民挙げて巻き返しに必死だが、日本国民の対韓感情は悪くなるばかりだ。特に観光分野では、沈道機の旅客船、セウォル号沈没事故が追い打ちをかける事態もありそうだ。セウォル号事故を受け、韓国国内は自粛ムードが続いている。韓国紙、中央日報によると、国内のお祭りは80件以上が中止、延期に追い込まれ、百貨店の売り上げも減少した。ソウル市内有数の繁華街、ナムデムン市場は、日本人と中国人の観光客がいなかったなら、通りには誰もいない、という惨状だ。韓国観光公社は、日本のゴールデンウィークと、中国のメイデー連休に合わせ、日本人10万人、中国人7万人の観光客を見込んでおり、日本人観光客は、頼みの綱、と言える。だが、セウォル号事故は、韓国の交通インフラへの信頼を、根底から揺るがす事故だけに、日本人観光客の足が、鈍る可能性も否定できない。不思議なことに、日本の旅行代理店各社は、セウォル号事故を受けた、キャンセルはない、と口を揃えるが、大手代理店、日本旅行の広報担当者は、昨今の国際情勢もあり、そもそも、前年比では良くない、と話す。韓国観光公社が、先月23日発表した統計によると、今年1から3月期に、韓国を訪れた日本人は、前年同期比 14.5% 減の、約61万人。ゴールデンウィークの日本人観光客も昨年から 30% 減少すると予測している。朝日新聞が2から3月に実施した調査では、韓国を嫌いと答えた日本人は 34%、好きの 8% を大幅に上回っており、12年8月にイ・ミョンバク前大統領が島根県竹島に上陸し、天皇陛下に謝罪要求を突きつけてから悪化を続ける日本人の対韓感情を伺わせる。著書、傍観論がベストセラーとなっているジャーナリストの室谷克美氏は、露骨な反日政策の影響で日本人観光客が韓国離れをしている。韓国メディアもわかっているが、円安温高の影響だ、と言って仕方がないことだと片付けている、と解説する。観光と同様に、種類や食品の対日輸出も落ち込みが激しい。韓国農林畜産食品省がまとめた報告書によると、韓国の伝統酒、マッコリの対日輸出は、11年の4840万ドル、49億4551万円をピークに急落し、13年は1362万5000ドルと、2年間で3分の1にまで激減した。マッコリ輸出は日本向けが約7割を占めており、業界にとっては大打撃だ。韓国料理の代名詞ともいえるキムチも不振が続いている。韓国貿易協会が先月6日発表した資料によると、13年の対日輸出は前年比 22.1% 減の6580万ドル。中国産の低価格キムチが流入したこともあり、13年は輸入が輸出を2815万ドルも上回るキムチ貿易赤字に陥っている。一時は日本のヒットチャートを席巻した K-POP の勢いにも陰りが見えている。オリコンの年間シングルランキングでは、11年のトップ30に東方神起やカラなど4組が入っていたが、12年と13年は2年連続でゼロ。韓国国内で育てた韓流スターを市場規模が大きい日本で売り出すというビジネスモデルは成り立たなくなっている。
前述の室谷氏は韓国人と話をすると、日本市場がダメでも中国市場があるから大丈夫だというが、著作権意識が低い中国ではパクリが横行しているし飽きられやすい。中国での韓流ブームは長続きしないだろうと指摘する。事実、13年に韓国を訪れた外国人観光客は中国人がトップの3割を占めるが、再び韓国を訪れるリピート率は 29.7%、 日本人の 64.3% に遠く及ばない。身から出たサビとはいえ、日本市場に依存してきた韓国産業は苦難の季節を迎えたと言えそうだ。